こんにちは、ようこそお越しくださいました。今日は普通の福音集会だと思ったらお間違いでございます、ということで、まずはね、私たちはこの教会のメンバーもですね、今日こんな形でなんかいつもと違うじゃないかみたいなことは言ってませんので、皆さん一緒にサプライズしようかなと思ってたんですけども、はい、実はこの今日はですね、日曜日私のメッセージの担当で、せっかくですからね、もうクリスマスも近づいたということで、プレクリスマス、すみません、本番はですね、ここの集会の公式な、本物のクリスマスはですね、25日ですからね、今日来たのに25日来ないってそんなやめてくださいね25日が本番ですが、本番を前に、プレクリスマスを今日は行いたいと思います。毎年、このクリスマスが終わって最後の日曜日にですね、私たちがカルテットを持ってまして、このコルシャロームと言うんですけども、このメンバーで、いつも賛美をしているんですね。クリスマスがもう終わってますので、もちろんクリスマスキャロルは歌えないんです。もうこの数年、この場所でクリスマスキャロルを私たちは歌ってないんですけども、今年はですね、このカレンダーの都合で一番最後の日曜日がですね、もう多分集会ないです。多分皆さん来てくれないと思うので、ということで40章のですね、18節を出していただけますか。18節から、このようにあります。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのか。鋳物師は鋳造を得て凍て作り、金細工人はそれに金をかぶせ銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して動かない彫像を据える。とありますね。鎌倉殿の13人を見てる方は今ね、仏像を作らせてるでしょ、運慶にね。もうこの時代、日本の歴史の中で、自分がねしたことを、悔いたり、また弔ったりするために有名な仏師たちを召し抱えて仏像を作って、そして、それに何かね、拝んだり大切にするということはよくよくあります。けれども聖書はこのように言うんですね。そういうものは人が手で作ったもので本物の神ではないということです。で、実は私も以前はちょっとその仏像好きだったんですね。実は今日ですね、これあるじゃないですか、これね、これ今日皆さんには初公開なんですけど、朝起きたら偶然にできてました。なんてそんなことないでしょ。ね、誰かが作ったんですよ。ね、これ、誰が作ったと思いますか？これね、普通の人作れません、こんなもの。これ、この教会のね、方が作ったんです。便利屋してますので、もしご用命がありましたら、ちょっと私、声かけてください。何でもしてくれます。ね。でね、この方が作ってくれたんですけども、もともとは家具職人ですよ。で、家具職人で、もうね、もうここにいつも大きいある大きな講談も、彼が作ってくれました。ね。そして、これも作る。もうね、この集会のいろいろな木工関係はね、ほとんどその彼が、作ったんで、とにかくね、センスがいいんですよ。ね。で、前も言いましたけどね、ちょっとイケメンなんですよ。私よりもね。それで、ね、作っていただいたんですけども、これはですね、その人のやっぱり知恵とか技術が出てきますね。ですからやっぱりね、すごい技術を持った人がこの像を作るとね、やっぱりうまいなって、すごいなって思います。で、そう思うことは別におかしくないです、悪くないです。でも聖書は言うんですね、それを神として、そしてそれに何か力がある、なんかご利益があるみたいに感じて、そして拝む必要全然ないって言うんです。いや、拝むどころか、私たちはお金捧げませんか、物を捧げませんか。そしてそういうことをすることによって、やらんよりいいやろうなと、なんかご利益あるかもなっていうふうに思うかもしれません。けれども、聖書は一貫しています。そういうものはね、役に立たないっていうんです。そして、そういうものをね、信頼するものは、恥を見る、
って言うんですよね。何もない時はいいです。でもいざという時にそれは実は役に立たないんですね。そして聖書はそういう人間の何かこの畏敬の念というか何かに頼ってというそういう思い自体を否定していません。そう、その思いは本物の神様に向けるべきだよというふうに聖書は語るんですね。ですからここではそういう偶像に惑わされてはいけないよというふうに聖書はまあ語るんですね。今日ですね、この日本人であれば誰もが聞いたことがあるような話とですね、もう一つクリスマスの話をしたいと思います。はい、これでちょっと皆さんといいますか、日本人のメンタリティをちょっと考えたいと思うんですね。皆さんはね、笠地蔵というお話を聞いたことがありますか？笠地蔵。私は昔はね、大好きでした、このお話が。どんなお話かというと、もうね、パワーポイントに出すほどのもんじゃない。まあ、このところに地蔵さん出してもしょうがないので、全然作ってませんけど、はい。いくつかバリエーションがありますけども、大体、これ沖縄以外はね、ほとんどこの、お話はね、伝わってるみたいですね。伝承として。まあ、今、絵本もありますけど、大体共通してるのは、大雪の、まあ、大晦日の日。ね。おじいさんとおばあさんがいました。そして、こう食べるものがないわけですよね、貧しくて。そして古着をね、町に行って売ってこうかということで、おばあさんや行ってくるぞみたいな感じで出て行きね、こう雨雪の降る中で町に行きました。そして古着を売りたいんですけども、売れないんですよ。で、売れない、まあ同じような仲間がいましてね、ある人が傘を持ってました。美濃傘みたいなね、この傘を売りたいんですけど売れないんですよ。で、このね、ちょっとあなたも買い取ってくれへんみたいな、売ってくれないみたいな感じで、で、おじいさんは別に傘もらっても意味ないんですけど、お金もらわないと食べ物もらわないと意味ないんですけど、でも優しいおじいさんなんですね。そして、買いてあげました。古着とその傘を交換してね。そして傘を持って家に帰ってきたわけですね。で、帰ってくる途中にふと見ますと、お地蔵さんがですね、7つボン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 とありましてね。そしてお地蔵さんは雪にかまってね、雪まみれになってるわけですね。あ、お地蔵さんかわいそうだなということで雪払ってですね、で、まあまた雪積もるなと考えたら、あ、そうだということで、この傘かぶさせてあげようということで、自分が持っている傘を一個一個かぶしていったんですね。ところがね、傘6個しかなかったんです。で、6個しかなかった。あ、どうしよう、1個足りへんなと。あ、じゃあ、俺の傘を渡そうかって言って、自分の被ってる傘を、地蔵にね、最後の地蔵にかけて、そして家に帰っていってね。で、何にも手ぶらで帰ったわけですね。でも、おばあさんにその事情を説明したらね、何やってんのとか言うおばあさんじゃなくて、いいんじゃないですかみたいな。いいおじいちゃんですねみたいな感じで。で、まあ、その夜ね、子供のまた、夜を迎えたんですけども、夜中になって寝ていますと、ね、じいさまの家はどこだ、じいさまの家はどこだって外でね、のっしのっし音がするんですね。そして、と思ってパッと見ますとですね、なんとお地蔵さんが、お地蔵さん7体がですね、野菜とかお米を持ってですね、ずりずりこう引きずりながら家に向かってるわけですね。で、おじいさんの家にそのたらふく食べ物や野菜を与えて、そしておじいさんおばあさんは楽しいお正月を迎えました。めでたしめでたしみたいなね、感動しません？昔はね、感動してました。はい、もうね、お地蔵さん見たらよくそのこと思い出してね、思わず拝んでたりとか、かつてはしてました。でも私の見方は大きく変わりました。でもね、急に変わりませんから、しばらくというか、やっぱ20年ぐらいはね、いや、拝むことしませんよ。拝むことしませんけど、そんなね、この野郎と思わなかったですね。はい。かわいいな、みたいな感じで、ね、笠地蔵を思い出すんですよ。で、笠地蔵を聞いてですね、くだらん話ってあんまり日本人は思わないんです。ね。あ、やっぱりいいことしたら、報いあるよな、とか。犠牲を払ってね、やっぱり、いいよなみたいな。
そういう感覚というのを誰もが持つと思うんですが、実はね、それはそう思うのは全然悪くないです。で、問題にしたいのはね、お地蔵さんって動くわけないし、お地蔵さん動いてたら怖いですよね。もう恐怖でしょ、お地蔵さんが家に向かってきたら。お地蔵さんってただの石の塊なんですね。でも私たちはそういう話をね、何度も何度も、まあ手を返しなおかいろんな話あるんです。で、そういう話を聞きますとね、何かそういうものにも愛着が湧いてきて、そしてつい拝んじゃおうかなとか、つい優しくしようかなと、お供え物しようかなみたいにだんだんなってきます。そしてそういうふうに、今このように本物の神様がいらっしゃいますよと言っても、なかなかね、いやでも地蔵様可愛いじゃないのみたいに思ってしまうという人間の弱さがあるんですね。普通に生きていくためにはあまり問題ないかもしれません。けれども究極の救いはですね、お地蔵さんはもたらせないんです。で、もう一個の話っていうのはね、これはね、いわゆるクリスチャン、キリスト教国の話なので、お地蔵さん出てきません。ある昔、ある、村で、この大きな、その村には大きな教会がありました。ものすごい大きな教会で、入り口に入ってもね、向こうの聖火台が見えないぐらいの大きな教会で、その教会には非常に高い尖塔がありまして、塔がありましてね、そしてその一番上には鐘がついていたというんですね。で、その鐘はね、もうとにかく非常に美しい音色だというんですけども、最近聞いたことがないって言うんですね。天気のいい時じゃないと鐘があることさえ見えないみたいな、そういう、教会がありましてね。そしてここ何年も聞いたら、おばあさんに聞いたら、おばあさんのお母さんが子供の頃に、一度鳴ったことがある、すごい綺麗な音だったというだけで、ほとんど聞いたことがないという、まあそういう鐘だったんですね。そして最高の素晴らしい贈り物をこの神様に捧げた時に、その鐘が鳴るというふうに言われてたんですね。毎年鳴って、鐘を音を聞くことがありませんでした。ある時、ペドロというですね、若者がこの教会にクリスマスだから特別に何か自分たちのものをね、神様に捧げようじゃないかということで、ペドロは銀貨を持って、そして弟と一緒にね、この教会に、またやっぱりこれ雪が降ってますね、雪の中行ってたんですね。そして町の門に入ろうとしたら、非常に貧しくて、もうそこで雪倒れになっているような女の人が倒れていたんですね。で、このままだったら雪の中で死んじゃうんじゃないかということで、この二人兄弟は、その女の人を非常にですね、哀れんでですね、ちょっと介抱してあげようと。で、このまま行ったら誰か呼んでこないといけないしということで、でも礼拝の時が近づいてるから、弟君ね、君一人でね、行ってきなさいということで、ペトロは自分が捧げようとした銀貨一枚を弟に渡して、弟を教会に使わしたんですね。弟は一人で行くのと言いながら、お兄ちゃんの、まあ、言うことなので行ったんですね。そしてこのペトロはこの女の人を解放してあげたんですね。さあ、この時の礼拝が終わってですね、一瞬で皆が静まり返りました。牧師がですね、シーッと言って、みんなが耳を澄ませますと、何とも言えないね、鐘の音が響いてきたんですね。そして、聞こえる、そして今誰が何を捧げたのと思って、パッと祭壇を見たらね、その弟がペドロから預かった銀貨をですね、ポッてこう捧げる時だった。感動しませんか？感動ですね。はい、これはね、作り話ですよ。はい、そうか、ここに金あるんかないです。これはですね、いわゆるキリスト教国に、まあよくある、作り話です。で、作り話っていうのはね、私たちに非常にある多く感動を与えますね。もちろん教訓があります。教訓があります。神様はお金持ちのね、裕福な人がちょっとね、あり余ったものを捧げる、そんなものよりもよっぽど貧しくて、そしてそういう人の愛を心から喜ぶ、額ではなくて、その気持ちを喜ぶんだよっていう思いであるとか、
年齢関係ないんだ、小さな子供でも本当に神様を喜んで、イエス様を喜んで、そういう捧げ物をするのを、ね、神様本当に大切にするんだよという教訓がね、その話から伝わってくるんじゃないかと思うんですね。教訓を引き出すのはね、いいです。でも教訓が全てではありません。そして例えばこの今言った、ね、これクリスマスの鐘というお話なんですけども、ここで間違ってほしくないのは、神様は何か私たちが何か捧げるから喜ばれるんでしょうか。何かをしたから神様は、じゃああなたを天国に連れて行こうとか、罪許そうっていうふうにされるんでしょうか。そうであったらね、ある意味で考えやすいんです。分かりやすいんですね。神様に頑張って奉仕して、頑張って犠牲を捧げて、そして神様がその報いとして天国に行けるよ、罪許すよって言うんであれば、これはまあ、ある意味で、よくわかるんですけど、でも聖書はね、そう言ってないんです。なぜなら人間がやることというのは、ある時はものすごくいいことするかもしれないけども、ある時とんでもないことする。そして、もう私たちはね、もう外と内だいぶ違う。そういうことを神様が見てたら、残念ながら神様は人間の行い、人間の行為では人間をね、完全に祝福することはできないんですね。そこで神様が考えた方法は、一方的なプレゼントということでした。一方的な賜物。神様は人間がどうあろうが、神ご自身がプレゼントをあげたいというふうに思ったんです。そのプレゼントの最たる例が、これが救い主イエス・キリストなんです。イエスは皆さんにお金を残したんじゃありません。ね、もしもう全世界の人々の注目をこの受けるためだったらね、今だったらネイマールとメッシを合同にしたみたいな、とんでもないサッカー選手として救い主が来たらね、なんか向こう蹴ったんがそんなそのまま曲がってゴールするとか、そういうのをしたらですね、もう世界中熱狂して注目するんじゃないでしょうか。でもそれはね、一時的なことです。強烈なスポーツ選手とかそういう人として来たんじゃなくて、普通の人として来て、そして私たちと同じような人の姿をとって、人に仕えられ、奇跡はしました、ね、不思議なことをして、私が普通の人じゃないよということは示しましたけども、最終的には十字架にかけられて殺されたんです。でもその死というのは、なんと人間の身代わりの死でした。人間が受けるべく刑罰をイエス・キリストが身代わりに背負って、そして罪を私の代わりに刑罰を受けてくださって、そして3日目に死を突き破ってよみがえったというふうに聖書は語るんですね。これが神様が与えた最大のプレゼント。そしてそのことを知った人たちは、これね、もう時代を超えて場所を超えて、この神様が与えてくださったプレゼントを毎年のように喜んでお祝いしています。はい、これがクリスマスなんですね。クリスマスプレゼントを、開けたりもらったりして喜ぶと思いますけども、ぜひ皆さん、この天地を作られた私たちを愛していらっしゃる神様が私たちにプレゼントをしてくださった、その最たる例は救い主イエスなんだということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。はい、それでは後半あと2曲歌います。